こんばんは。こんばんは。トラニコだよ。久しぶりのバーチャルキャスト 3D 配信だよ。ねえ、かわいかろう？かわいかろう？ただいま、食だにゃ。じゃーん。あ、飛んでいっちゃった。危ね。こんなの作っちゃいました。これコースターなんだけど。紙のコースターです。グッズを作っちゃいました。これに10倍の大きさ。10倍の大きさのね、ものなんだけど。どこ行った？あった。これがね、原寸大。これ原寸大。これね、9センチかける9センチのコースターを作りました。いやー。これをですね、今日からブースで販売してます。いやー。かわいいでしょ？いつもこの麻雀の時に待機画面にしてた絵をコースターにしたのね。これね、1枚ね、200枚で、200円で、販売してまーす。グッズでーす。初めてね、グッズ作った。概要欄に、ブースのリンク貼ってあるから、ちょっと見てみて。ください。本当はここにね、バーン、コースター作りました。いくらですにゃーっていうの作ったんだけど、どっか飛んでいっちゃった。どっか飛んでいっちゃったから、冒頭で、ブチューだけを見せるわ。これね、紙のコースターなんだけど、コースター専用用紙っていうね、コースター用の紙に印刷したやつだから、濡れてもね、大丈夫だったよ。結構ね、いいコースター。最初ね、どんな感じかなと思って使ってたんだけど、かわいいでしょ。そしたらね、ちょうどコーヒー飲んでたのが、たらーって垂れて、あ、コーヒー垂れたらどうなるんだろうと思って見ていた。で、コーヒーのところが、ぷくって膨れて、こうね、紙にね、染み込んで、あ、染み込んだ、と思ったんだけど、そしたらね、なんていうの？しばらくしたら、こう乾いてきたら、だんだん元に戻るの。髪が、シュワーって。でね、完全に乾くと、また元通りに平らに、こう、なるの。でもね、コーヒーだと、コーヒーの色素が、そこだけシミになってて、あー、シミになった。
あ、そうやと思って。今度ね、台所に行って、水をね、ピタピタってかけて、かけたら、底の部分がね、あのね、蚊に刺されたみたいに、ぷくってなるの。でもね、あの、乾くと、平らに戻るんだよ。おーっていう。でね、インクは全然にじまない。もう印刷技術すごい。びっくり。でもね、こすったらどうなるかわかんないから、あの、濡れたら、なるべく、そっとしといた方がいいような気もする。けどね、軽くこすっても、インクがね、にじむことはなかったから、多分大丈夫なんだけど。ね、結構いいでしょ、これ。これね、何種類か、絵柄作ろうと思ったんだけど、絵がね、描けませんでした。描けませんでした。また外注さんに出すかも。ということで、ブースをぜひ確認してください。紙ね。うちも初めて頼んだから、え、紙で大丈夫なの？と思ったけどね。全然大丈夫。厚みもね、1ミリで。だいぶ厚いから、なんていうのかな。全然ペラペラしてないよ。硬い。だいぶ。よーこれ。ただね、印刷ちょっと粗い。なので、ブースの写真を見てください。でもね、出来はだいぶいいよ。しかもね、安い。1枚200円。200円だよ。安いでしょ？ねえ。グッズ、なるべくみんなに買ってほしいなーって思ったから、安くしといたからね。日経リットル？ 2 リットルペットボトルぐらい？結露したコップね、置いても大丈夫だと思うよ。だいぶ吸う。で、乾くと戻る。と思う。と思う。思うなんだよ、やったことないよ。やったことないもん。ね。どうだろう、試してみてください。あとね、2リットルのペットボトル、マグカップがね、ぴったり乗るぐらい。9センチかける9センチ。2リットルのペットボトル？ 2 リットルのペットボトル？わかんないにゃ。定規を出すのじゃ。この大きさです。これ原寸大。これ原寸大でーす。あ。これね、10倍の大きさ。10倍。いいでしょ。あ。重力設定してないから。油断すると飛んでっちゃうにゃ。あとね、かわいいっしょ？結露するよね。だいぶね、
うちもそう思って。ほら、コースター、これから夏に向けて。絶対コースターいるよね、と思って。コースターにしたの？あと寝ちゃ、あと寝ちゃった。あと寝ちゃったね。あじゃあもっと違うもの出す？もう必殺技出しちゃうね。にゃん。麻雀牌。ハック。これに重力設定してるから。これに10倍の大きさ。ハック。はい。コインピン。コインピン。50倍。大きいでしょ？かわいいでしょ？はい。コインピン。かわいいでしょ？何を知っているんだよ。重大告知のはずが、麻雀牌で遊び出す。はい。あ、そうなの？50倍麻雀牌。これね。縮小拡大ができるように作ったら、エラーで、エラーで小さくすると10倍にね、なっちゃうの。これね、50倍に戻らないの。マニャンパイね。実は全種類。全種類。デザイン考えてあるんだよ。かわいいマジャンパイ。いいでしょ。ねえ、マジャンパイ。どうやって作ろう？じゃあこの麻雀牌の麻雀牌のキーホルダーも作りたいなーって思ってるんだ。あら、そういえばどっか行っちゃったにゃ。はい、今日のメインのメインのコースターがどっか行ってしまった。にゃーん。あーあー、バイバーイ。行っちゃった。原寸大あった。原寸大にゃーん。いいピンキーホルダー良さそうでしょ。これねえ、マーニャングッズ展開したいんだけど。
どうですか、マニャグッズ。いけると思わない？第1弾は、このコースターなので、みんな買ってください。いっぱい買ってください。お願いします。そう、ストラップがね、ないの？ほらー。ゴールドダックさん？ほらー。ねえ。どうしようか？だってね、前に、配信中に、どんなグッズがいいですか？って言ったらみんな、等身大のフィギュアとか、そういうことばっかり言うんだよ。もう、そういうことばっかり言うか？もう、真剣に考えてるんだろ？に、安いでしょ？他の VTuber さんのグッズとか、1000円みんな超えてるでしょ？これ200円だよ。200円。安かー。ね。ということで、今日の、一個口終わっちゃって、いいかな？はい。どう？バナー変えよ。ねえ。あれ？見えなくなった？はーい。ということで、せっかくなので、ここに、バーチャルキャスト片付けたら、麻雀の配信、するかね。はい。それでは告知の配信はここまで。みんな買ってね。コースター。ああ。あ。ね。そういえばね。ま、いっか。ということで、今日は、ここまで。バイバーイ。にゃーん。お疲れにゃーんにゃん。バンバイ。バイバーイ。バイバーイ。